堀川の与次郎が鞭を手に持ち声張り上げて、おおおおお下がる雨でたやめでたや、ああはいさりとはさりとは、えのほのほのあろうかいなさんなまたあろうかいな。これ婿さん、足で杯を刺すということがあろうかいな。いぞらずとほんまに刺してやらんせな。そじゃそじゃ。嫁子の昼寝はころりとせ、起きたら互いに抱きつかれ、さんなまたあろうかいな。それで機嫌が治ったら、はいかっかついでに日和を見てたもれ、お猿はめでたや、おめでたや、という歌でした。